チェルコフを公安に売ったのもあのナナミって女なのか。ああ、ナナミは森原の事件を追ってる。だがあの偽刑務官の身元は俺たち警察でも割り出せなかったんだぞ。あの女はただのジャーナリストじゃない。警察に監視されてるのに堂々としてるな。テロリストに監視されるのに比べたらどうってことない。テロリストに？そう、私拉致されたことがあるの。七海は8ヶ月前に長年付き合いのある記者やカメラマンたちとグループでグルジブ共和国へ行き、その時にグルジブ人テロリストに拉致されています。もしかして君はテロリストの中にいた日本人に命を助けられたんじゃないのか。こいつが殺し屋の新海博美だ。君はこいつの兄貴を知ってるんじゃないのか。意味がわからない。これでアイスピックによる殺人がこの2週間で3件起きています。くっさー、新海どこにいやがる。おい、北海道の宗家岬駅で目撃された男の人相書きが届いたぞ。新海和彦じゃないな。こいつの足取りはまだつかめていません。つかめてない？意図的に足取りを消したな。父さん。公安警察の倉木だ。ブラークアルファ作戦を命令したのはお前だな。待って！質問に答えろ。君の妻は国と仲間を売ったんだ。情報が入ってきました。警視庁が森原官房長官の死亡を発表しました。警視庁は警視庁公安部の倉木直武警部を指名手配しました。倉木容疑者は車が爆発する直前に森原官房長官と言い争いをしていたという目撃情報がありますが、その後の行方が分かっていません。使われた TNT 爆弾の成分が警部の自宅から採取されたそうだ。七海しおりが不審な行動をしています。分かったことにしようとしてるのね。ふざけないで！自衛隊で誰かが警部を止めないと。このままだと後戻りできなくなるぞ。構わない、真相を知ることができるならな。モズシーズン2幻の翼、木曜夜9時。全てを知ったらどうするの？死ぬつもり？